千流千流は埼玉県秩父郡横瀬町生まれの落語協会所属の落語家である。本名、加藤敏夫。出林は、三味線武技。主に新作落語や漫談を得意とする。三世は大師匠四代目立花屋円蔵の前座名である。八代目桂文楽、八代目三、笑い帝コーラも名乗った経歴のある名前である。三世を名乗る落語家は、 柳屋、大屋、三遊亭三世で7人前後確認されている。彼が賛成の名を取り上げられ、古参一門に属し川流と改名した後、この名を同じ古参一門の後輩の落語家が襲名した。それより前に古参一門に直った柳屋正満の総領弟子である。ただし帝王は柳屋なので、彼は柳屋賛成となる。 三世は破門されて、名を取り上げられたので、全く別の名を名乗らなければならなかった。新たに受け入れた師匠である五代目子さんは、千竜千竜と命名した。この名は、名人三代目、三遊亭窓カバが、破門時に名乗っていた名にあやかったものである。三世は、師匠の教会から放築され破門された。三代目、三遊亭窓カバもまた、東京の落語会から追放され、 師匠、立花柿津之助から破門されたのである。窓かばはこの時、従来の名を名乗れず、千竜と改名。帝号は、窓かばの本名の名字を使い、橋本千竜と名乗った。これにそのまま習えば、三世の本名は、加藤なので、加藤千竜となるが、千竜を二つ重ね、読み方のみ変え、帝号のみ、川柳と、訓読みとした。 軍歌やジャズを取り入れた漫談で、川柳の代表作とも言える演目。ガーコンという題名は、本編中のうちに出てくる足踏み式脱穀機の動作音の擬題語に由来する。かつてこの演目は、歌で綴る太平洋戦記、昭和歌謡詩、歌は世に連れなどと表記されていた。ガーコンと呼ばれるようになったのは、 1994年10月8日に木馬亭で行われた落語会川柳に祭りがきっかけである。この落語会は川柳の得意演目を他の落語家が演じるという企画で本作品を担当した古今亭宇長がプログラムに初めてガーコンと表記した。やがて川柳本人もガーコンという表記を使うようになった。脱穀期の下りで 登場人物の母親が父親に声援を送ると、おーガーコンという演題に変わる。ガーコンの長候が、大、ガーコンとなるわけではなく、上演時間は関係ない。前世紀にはこのネタを年に100回以上演じたことがあった。そのため寄せのネタ数ランキングでは、時キそば、ジュゲム、金ンメ区、チク、めなどの前座からベテランまではけ隔てなく演じられる定番ネタと、 千竜一人のみが演じるガーコンとが張り合うという異様な事態が起きていた。ギダユ息子や修論を踏まえた千竜作の新作落語。終戦後、ジャズに熱狂する若者たちと、それに苦言を呈する父親の人騒動。ジャズを根底から否定する父親は、自宅でギダユをうなるが、息子と友人たちは対抗して2回で、聖者の更新を大音量で演奏する。 ギダユーとジャズ、両極端な二種類の公演が見どころである。なお三代目、三遊亭金馬に、同名の新作落語があるが、内容は別の作品である。少なくとも2011年頃からは、疲れるとの理由で、ほとんど演じなくなった。そのことを、古今亭晋介に聞かれた際、千流は、だってさあ、ジャズとギダユーを被せていくだろ。どんどんテンションを上げていかないとお客さんの針が、 緩んじゃうしさとにかく疲れるんだよと説明している。川柳の煮詰めの頃の売り出しのきっかけともなり、演唱に色物と呼ばれるゆえんともなった演芸。現在では寄せで主任の時に大喜利として行う。講座着の上からソンブレイロにさらっぺのいでたちでギターを抱えてラーマラゲーニャを歌いながら演唱小話を展開する。歴代甲子園の入場曲の曲名や歌っている。 グループの名前を川柳がけがす漫談。下げに、パフィエのこれが私の生きる、道の一節を歌うため上記のような題名がついた。六代目、三遊亭演唱の弟子であった時代のしくじりを漫談にしたもので、テレビラジオでは放送できない作品。下ネタ現金の落語会、東方名人会で、放送禁止用語のおまんこを講座で喋ってしまい。 師匠の炎症に厳しく叱責されるが、後日に炎症も講座でうっかり、下ネタを喋って客を凍りつかせ、あいつを叱る資格がないと反省したというもの。なお仙流は、真男アラカルトや金魚ホステスなど放送できない炎症話を他にも作っている。古典落語で金に困った男が自分の首を売りに出すという話。仙流が、 古典落語をほとんど演じなくなった後も、この演目だけは時折上演している。川柳川柳を題材とした新作落語が他の落語家によって作られている。川柳自身が演じることはない。二代目快楽亭ブラックの新作落語で古典落語芝浜の開作。主人公の魚屋を大酒のみで仕事を怠けている落語家に置き換えたもので。 この落語家のモデルが表題そのままに、川柳川柳である。なお、作者の快楽亭ブラックは、柴浜のことを酒を悪者にしていて嫌いだと述べており、川柳の柴浜の結末は酒を悪者にしないように、大きく変えられている。三遊亭白鳥による、新作落語。消息不明だった伝説の落語家が潰れかけている、寄せを救うという内容。主人公の落語家。 ニセリュウセンリュウの人物描写は、センリュウセンリュウの経歴や容姿と合致する。桃月庵白酒の新作落語。某国の内戦の調停役として、手違いから、センリュウセンリュウが呼ばれてしまい、センリュウがガーコンを演じて、停戦を成立させるという内容。弟子のセンリュウつくしによる、新作落語。大名跡である。 三遊亭炎章を誰が継ぐかで紛糾した結果、落としどころとして、川柳川柳が襲名するという内容。妻一人娘一人。妻はもともと、飯島雄二の取り巻きの一人で、後に川柳ならぬ俳句の先生となる。妻は俳人、夫も俳人とよくからかわれるネタとなる。ありがとうございます。